まず今回のこの昔の暮らしと道具伝とはですね、どんな展示会なのか改めて教えていただけますでしょうか。はい、元々は小学生に昔の暮らしってどんなと暮らしだったのか、どんな道具を使ってたのかなっていうのと、それから入間市が昔どんな場所だったのかなっていうのを見てもらう、社会科の勉強の一環で見てもらうための展示として始まったんですが、それだけではなくて幅広い年代の方に昔のこと、それから昔の道具の実物を本当に実際に見てもらうということ、また昔の人たちがどんな工夫しながら知恵をたくさん使って生きてきたのかなっていうの、それが今にどうつながってるのかなというのを見ていただこうということで、道具をとにかくたくさん、あとは古い写真などもたくさん並べてご紹介する展示になってます。今回で25回目の開催ということなんですけれども、今回のこの展示の見どころをズバリお聞かせ願いますか。はい、今回はですね、普段の暮らしの道具の他に、関谷和さんという方が、入間市の今博物館がある日本木地区が元佐山村という村だった時代に子供時代を過ごされているんですが、その頃のことを思い出して描かれたたくさんイラストがあるんです。で、道具店の中でもいろんな道具や、物の使い方などの説明に使うために描いていただいたことがあるんですけれども、そのほのぼのとしたとても優しいタッチの絵なんですが、それをたくさん原画で今回は見ていただくというのが一つ見どころになってます。やはり特に見ていただきたいコーナーもその原画のコーナーという感じですかね。そうですね、はい、はい、ではですね、この開催期間であるとか時間でとか、はい、そのあたりを教えていただけますでしょうか。はい、1月6日の木曜日から2月16日の水曜日まで開催してます。で、 お時間の方は午前9時から、入館は4時30分までになっています。それでは最後にですね、テレビそしてラジオのリスナーの皆さん、そしてテレビの前の皆さんに一言メッセージをカメラ目線でお願いします。はい、はい、500点以上の資料がこれだけ並ぶ展示、なかなかないと思います。どんな年代の方にも、あ、これ懐かしいなって思うようなものがあると思います。またお子さんにとっては見たことのないもの、いろいろ学びがあると思いますので、ぜひご家族とかお友達、特にですね、お子さんだけじゃなくてお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんが来られてもとても楽しめる内容になってますので、ぜひたくさんの方にご覧になっていただけたらと思います。